188円のこの排水クリップを使って最強のソーラーパネルの設置の仕方というふうになるわけです。今流れ出てきているのが分かると思います。まあ、これを洗うだけなのですごくメンテナンスが低減されます。水が溜まってしまうというデメリットを解消してくれるわけです。今回は1個88円という安さでソーラーパネルのメンテナンスをかなり低減してくれる便利なアイテムを紹介したいと思います。ソーラーパネルのクリーニングやメンテナンスに困っている方、そしてオフグリッド生活をこれからやりたいと思われている方、そういったソーラーパネルを扱う全ての人にとって役に立つアイテムです。たった88円だけど本当に効果はあるのか、実際に簡単に取り付けられるのか、電池などは必要ないのか、そういったことを検証したいと思います。購入先なども紹介するので最後までぜひご覧ください。そのアイテムというのがこちらです。このアイテムはソーラーパネルにたまった水を排水してくれるアイテムです。排水することでメリットってありますか？はい、大きなメリットがあります。具体的に言うと発電効率が下がらないというメリットです。ちょっと詳しく解説しますね。基本的にソーラーパネルの上に雨水がたまると雨水と一緒にゴミも実は入っています。その雨水がたまった状態で乾いてしまうとゴミだけがソーラーパネルの表面に残ります。ソーラーパネルの表面にゴミが残るということは、いくら太陽が晴天で晴れていてもソーラーパネルの表面に小さい影がたくさんできて曇ったような状態になるわけですね。こういうことから発電効率が下がってしまうので、できるだけソーラーパネルの表面に水たまりはない方がいいわけです。水が流れてゴミも一緒に流れていってもらうというのが理想的ですね。で、前回の動画で、できるだけ風の影響を少なくするために水平にソーラーパネルを置きましょうという話をしました。ただ一つのデメリットを挙げるとすれば、水たまりができやすいことです。で、水平にソーラーパネルを置くということは、水がどちらかに偏ってないので流れていきづらいということになります。ただこの排水クリップという便利アイテムがあれば、その大きなデメリット、水が溜まってしまうというデメリットを解消してくれるわけです。前回の動画で水平に置くメリットをたくさん説明しましたけども、簡単に施工ができて強風にも強いし、コスト的にも安く仕上げられる、こういうふうなメリットがあったんですけど、やはり一番大きなデメリットは、繰り返しになりますが、水が溜まりやすい。なのでこの便利アイテム1個88円のこの排水クリップを使って水を溜まらないようにすれば、最強のソーラーパネルの設置の仕方というふうになるわけです。では早速実際に本当に水平に置いたソーラーパネルにこれをつけるだけで排水がうまくいくのか実験をしてみましょう。はい、では実証実験をするために水平なソーラーパネルを用意しました。はい、実験用なのでこういう風な構成塚を使って微調整して水平を作りました。水平かどうかを見ていきましょう。はい、こんな感じです。水平が出ています。はい、だいたい水平が出ています。はい、では水たまりを早速作っていきたいと思います。では水をかけていきます。はい、こんな感じで今水たまりができました。ちょうど今満水になったぐらいですね。ちょっと一周見て水が流れているところは今のところ見えませんね。では実際にこの雨水がたまったソーラーパネルにこの排水クリップを取り付けてみます。特別に難しいことはありません。で、電池なども必要ありません。もうこれをただつけるだけです。では、いきます。せーの。よいしょ。お、今、流れ出てきているのがわかると思います。こっち側も。よいしょ。こっち側は出てこないかな。
ちょっとこっちは水が少ないので出てきづらいみたいですね。結構出ていってますよ、あっち。流れに勢いがついたようにしてどんどん流れていってます。では雨が降るのをイメージしてもう少し水を追加したいと思います。いきます。出てますか？こんな感じですね。はい、では1時間ほど経過しました。このように綺麗に今乾いてしまっています。口に水がたまることなく綺麗に流れていってしまっています。はい、では一度外してみます。外すのも簡単ですね。で、裏を見てみると、今回はこれ初めて使ったのでそんなに汚れていないんですが、このようにある程度使ってくると少しずつこのソーラーパネルの上に乗っているゴミが雨水とともに流れてこのように付着してしまいます。ですので、こういうふうに外して水洗いをしてそれでクリーニングをしてあげるということですね。で、ソーラーパネルを拭く手間に考えると、これを洗うだけなのですごくメンテナンスが低減されます。はい、それではこの排水クリップのおかげで今水は流れていっていますが、実際にこのソーラーパネルに小さいゴミが溜まっていたらこの水と一緒に流れ出るのかという疑問があるので、それを検証するために小さい砂粒は見えないのでこういったビニールの破片を実際に水の上に浮かべて、でこの排水クリップまで流れてくるかというのを実験してみたいと思います。でもし排水クリップまで流れてくればゴミは流れていっているというふうに検証できます。はい、では水面に浮かべます。はい、流れていっているように見えます。排水クリップの方に近づいていっています。排水クリップは水は出てるかな。出てますね。風の影響もちょっとあるみたいですが、少しずつ排水クリップに近づいていっています。だいぶ近い、あとちょっとだ。いけー。スタートしたのがここら辺だったのでだいぶ近くまで来ました。これ自体がちょっと大きいのでどうしても引っかかりやすいというのもありますが、流れがやはりできているのでゴミも一緒にこの排水クリップを通って排水されていっているのがこれで実証できたと言えます。今回はソーラーパネルの水がたまる問題を解決してくれる排水クリップを紹介しました。で、実際にどれぐらい排水されるのかというのも、実証できたと思います。そして排水の中に含まれるゴミも一緒に流れて排水されているのも、実証できたと思います。で、実際に今購入したいというふうに考えると思うんですけども、少し注意点があります。それはですね、ソーラーパネルのサイズというのがいろいろあるということです。はい、こんな風にソーラーパネルの枠の高さ、アルミフレームの厚み、ここですね、この部分っていうのはソーラーパネルによっていろいろ変わってきます。ですのでこの排水クリップ自体も40だったり30だったりいろんなサイズがあります。なので自分がつけたいソーラーパネルの厚みというのをこの高さですね、アルミフレームのこの高さを調べてから購入すると良いでしょう。購入先の Amazon リンクを概要欄に貼っていますので気になる方はそちらをチェックしてください。今回は以上です。動画が役に立った、面白かったという方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。